こんにちは、ガンノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、この手ぬぐい、ね、よく百貨店なんか、あるいはまあ専門店なんかで、このぐるぐる売られているのをね、よく見ますよね。でちょっと見ていただきたいのがこういった手ぬぐいですが、まあ、これは私どもで販売している青海波という柄ですね。まあ、穏やかな波がずっと続いているというようなものを表現するんですが、まあね、いいことがずっと続きますようにという意味の柄なんです。でこういった手ぬぐいっていうのは、大概ですね、この橋、まあ、今回この橋のお話なんですけども、このように切りっぱなしになっているんですね、まあ、両端ともなんですね、なっています。まあ、裏表はちゃんと色を取ってるんですが、端は切りこれがね、実は一般的なんですね、手ぬぐいっていうのが。で、まあ、なぜこうなっているかっていうところなんですけども、まあ、昔、まあ、江戸時代なんかからこう、ね、庶民にダーッとこう普及したのがこの手ぬぐいなんですけども、まあ、その頃っていうのは、まあ、運動靴もなく下駄とかね、そういったもので、生活していた時代なんですよね、草履とか。やっぱそうすると下駄の鼻緒が切れたりとかいうことがあって、その時にこの手ぬぐいを使って応急処置をするという時にね、この端をちょっと切ってピッてやると、この5センチで切るとずっと下までこの5センチで切れるんですよね。これがちょうどだから紐の代わりになったりするわけなんです、ね。それでまあそういった使い方していたりとか、まあ、あるいはこけて怪我したりした時にこれをですね、まあ、これも切って包帯代わりにするというような使い方をしたということで、橋はね、切りっぱなしになっているんですよという話を、ね、よくネットなんかで、ね、聞くと思うんですけども、まあ、ただですね、まあ、その時代っていうのはこの三つ巻きの縫製とかね、今のハンカチの端のようにきれいにこう縫製していく技術っていうのはまだなかったんですよね。ですからまあ、そういった形で使われた切りっぱなしのままで売られていたというのが、まあ当たり前のホテルのようになっていたいと思いますね。でただですね、今、まあ、我々、ね、こういった形で、まあ、当然販売しているメーカーさんもあるんでしょうけども、私どもは実はですね、こういった形で、三つ巻きの縫製をしてですね、販売するようにしています。私どもの最後にはですね、まあ、見ていただいたようにちゃんと三つ巻きしているのね、綺麗にすごく細い三つ巻きなんでちょっと分かりにくいですけども、まあ、ネームをつけてですね、このように販売しているというのが、まあ、我々のこのサイトで販売している手ぬぐいなんですけども、まあ、そのようになっています。まあ、昔はですね、そういった応急処置であったりとか、まあ、いろんなその用途で使っていたということで、切りっぱなしっていうのがね、一般的でしたけども、まあ、今は、まあ、そういったことで、縫製をしてですね、ちゃんと販売しているというところっていうか、そのようにするっていう我々のような会社もあるんですよね。まあ、後でですね、これを買っていただいた後にちょっと縫製してほしいということであればですね、私どもの会社なんかでしたら、それはすることはできます。ただ1枚2枚ではちょっとできませんけどもね、オリジナルで作っていただいた場合、縫製してほしいということであれば、全部その辺は縫製してお納めすることも可能です、ね。ですから、まあ、用途に応じて、その辺ですね、縫製するしない使い分けてみてください。よろしくお願いいたします。